ニック・ニコルソンはアメリカ合衆国の俳優、配役監督である。1980年代から1990年代にかけてフィリピンで制作されたアクション映画の脇役として全役問わず活躍した。ニック・ニコルズ、ニック・ニッケルソン、ダニエル・ニコルソンとクレジットされることもあった。ニコルソンは 軍島で撮影された高予算のハリウッド作品と低予算のフィリピンのアクション映画の両方に出演している。1975年にはすでにフィリピン映画に出演しており、フランシスコ・ポラ監督のベトナム戦争大作、地獄の目視録にもほとんどエキストラの米軍兵士役で参加した。後に多くの作品で共演することになるドンゴードンベル、ジム・ゲインズ、 ヘンリー・ストラザルコ・スキーラも地獄の目視録出身者である。その後、一区本物アクション映画に出演したが、役に恵まれなかった。1985年あたりからは、肥満気味の巨体と歯並びの悪い面相から徐々に印象に残る脇役が増えてきた。シリオ・エイチ・サンティアゴ監督のレイプリベンジ者、裸の復讐では5人組のレイプ班の一人に抜擢された。また、 匿名で脚本に参加した、炸裂。復讐のヒーローでは、ベトナム戦争の米軍捕虜をテロリストに改造する、計画を指揮するソ連将校を残忍かつ強烈に演じた。その後、砂漠の戦士、テロファイターの特殊部隊の教官、スクワット、栄光の鉄人軍団のマリーファナ中毒の従軍写真家など、少ない出番ながらも場面をさらった。脚本家としては、 キング・マヒーの秘宝を手掛けたが、没になり、俳優のエリック・ハーンの書いたものが採用された。1986年には、オリバー・ストーン監督のベトナム戦争物、プラトーンに、フィリピンで活動する、脇役俳優のウォーレン・マクレーンと共に起用されたが、両者共に顔も定かではない戦車兵の派役だった。ちなみに、クレジットされた名義は、ニック・ニッケルスンである。また、 ニコルスンはクレジットされなかったが、ヘリコプター指導と制作法も兼任したとインターネットムービーデータベースにある。彼と共演の多い脇役俳優のスティーブ・ロジャースも兵士のエキストラで顔を見せ、制作補としてクレジットされている。他にもシリオ・エイチ・サンティアゴ監督作品の常連であるヘンリー・ストラザル・コースキマイナスも兵士のエキストラで出演している。 数多くの作品に出演する傍ら、配役監督としても活動し、主に活作映画のフィリピン版の配役を担当した。エディ・ロメロ監督の脱走半島、ベトナム1983やブライアント・レンチャ、ドスミス監督のスクワット、栄光の鉄人軍団でも名祭を見せた。1980年代から継続的に脇役俳優として出演を重ね、 バルカンでは、ハリウッド俳優のロバート・ボーンと共演したりもしたが、2001年を最後に出演が途絶えている。この間には、ジャパンホームビデオの V シネマ、ダーティブルー、復讐のネタイヤでは、中島博美、長谷川初則、ベンガルラと共演し、東映の極東黒社会にも顔を出している。また、渡辺健監督のブルドックには、横断歩道を渡る歩行者として、 エキストラ出演している。2010年8月11日にフィリピンのクエソン市で病死した58歳没。ありがとうございます。